ちは、今日は8月15日、午後4時51分です。いや、3連休の中日ですけど、もう終わろうとしております。せっかくの3連休ですけど、1日の残ってますけど、どっかに行くこともなく家でぐうたらしておりました。昨日の夜ですね、部屋の中にセミが入ってきて、もうバタバタ飛び回ってうるさくてですね、だらかして寝たらですよ、あ、オスじゃったもんですわ。今朝部屋の中で泣き出してですよ、まあ、うるさいな、なんも。横でこりゃわからんちゅうなとこねえですかね。あ、日南とこもすぐバレちまったしな。せっかく縦取りしたのに、あれ横取りするとですね、両方に堤防が映るからすぐ分かったですよね。岡富中学校ですね。岡富中学校の裏で来ましたけど、これのことかな。あの北方の事件前時の副住職さんが言ってた慰霊碑っていうのは、
とここに延岡半牢獄あったっていうことですかね、うん、あそこなんかあるの、これなんだ、これかな、まあなんか牢獄もなんかあれかもしれないですね、しちゃろうか、これか慰霊じゃないですね、なんかの跡ですね、これえ、何も書いてないわ、これは何でしょう、何ですかねこれ、なんか気になりますね、なんか神社にありそうなでっかい線、右が線段で左が一丁ですね、跡見中学校、もうここが飽きちゃないやろか、もうもったいに、なんか市販マトでもやればいいのに、あ、これか、なんか慰霊碑カード、なんかここいっぱいなんやかんやあるな、おっ、これ滑りよった、これですかな、ああ、ありました、これですね、ここが牢獄の跡ですか。え、ちゅうことはこの堤防はもう江戸時代にはあったんですかね。もう誰かシーバスフィッシングしてるわ。
かも変わったものはねえかな。ありましたね。副住職さんの言った通り。